桜井城市の日桜井山菩提寺にある松平信貞の墓、松平信貞は戦国時代の武将。三河松平氏の一族で、宗家五代当主、松平長近の三男。壁海軍桜井村を拠点とし、桜井松平家初代となった。松平宗家の家督をめぐり、長兄の信忠との対立に始まり、清康、広忠と、 宗家三代に渡り範囲を示したが破れた。十五世紀の末頃、松平宗家の松平長地下の三男として誕生。長兄の信忠は松平宗家の後目でありながら、一族、家臣からの人望に乏しく、大将としての器量もなかったゆえに、松平党は、統卒を欠いた。このため三男であった、信忠の家督継承を望む声があり、また父、 長地下からの期待も受けたとも言われる。しかし、おじ、松平地下ふの婿養子に出されたため、宗家跡目の候補から外され、おじも所領、三河国碧海軍桜井に、桜井城を築いて、居城とした。やがて、信忠は、宗家の家督を継ぐも、その暗具を咎められ一門、家臣等によって、短期で引退させられ、その子、清康が継いだ。大英三年、 松平宗家の家督を継いだおい、清康に仕えることになった。しかし、信貞は宗家に対して、従順と言える姿勢ではなかった。大英六年には、氏族が敵対していた終わり国主山城主となった、小田氏と縁を結んだ。清康の指揮のもと、京六二年、信秀家臣、堺秀忠の居城、品濃城を落として、居城としたが、 この頃から信貞は清康に対して不穏な動きを示すようになった。清康は外政の矛先を今川氏テル下にあった東三河に転じ、協力3年の八名軍熊谷実長の維持路境、離城攻撃に参陣する。三河物語によれば、売城大手口の寄せ手として、時系の福釜、松平家地下生と共に戦うが、 劣勢となった親盛官に病と称して、女性を送らなかったため、結果として、親森の不死を死なせた。これが本人で目撃していた、清康の激林に触れ、合戦後に、注目の前で面積を受けたという。また、同年に、牧野信成の吉田城を攻めた際、城の西岸、保育軍下地において、城型と改戦した際、 所詮の戦況の不利に興奮して奇中への突撃を、心見る清康に対して、大将に討ち死にをさせようと発言しあえて、静止しなかったとも言う。ところが、天文4年、遠征先の終わり国主んにおいて清康が陣中にいて、休止する。この遠征に加わらなかったの部田は、松平宗家の混乱に乗じて、松平家僧領の座をめぐって、 清康の維持の竹千代と対立。信貞は竹千代の居城で清康の居城であった岡崎城を占領した。竹千代は家臣らに守られ、伊勢に逃れた。しかし、広忠の近親安倍貞吉の働きなどにより、東場キラ氏のキラノチの申し入れで、駿河国の戦国大名今川氏の今川義元らの支持を相次いで取り付けた、広忠ら主従は、 駿河にて、今川義元と会談。翌年には、今川軍の講演を得て、初軍の出場へ入場した。これに対しのぶさだは、岡崎を奪回されるのを恐れて、これを責めるも失敗。大久保忠としら三河に残る広忠派の不大家臣が、広忠の岡崎復帰を支援した。翌天文6年6月、信貞の岡崎城留守居であった。 松平信孝が広忠派に転身し、広忠を岡崎城に迎え入れた。情勢の不利を悟った信忠は広忠に基準した。松平家の総領争いは沈静化するも、信忠は広忠に対して、教順とは、ほど遠い態度を取り続けた。このため、広忠派であった弟、松平義晴とすらも対立した。天文7年11月27日に死去。 長男、清貞や、孫、家継も宗家に範囲を示していたが、永六七年春、三河一行一期の収束とともに宗家に完全に、起伏した。ありがとうございます。